スポーツ。はい、始まりましたグラウンデッドの時間でございます。イエース。今回もサバイバルしていきましょう。私が FB37 です。そして私はサバイバーキックマックスです。ハルマットです。エオです。さあ、割とねクロスボウガンも作って装備を強化されてきたんで、まあそろそろなんか進めたり、まあ進めてるっていうかアルマが進めてるんだけど、なんか協力して進むようなところはやっていきましょうか。多分あれだよね、またなんだっけ、あの敵が攻めてくるやつとか、ああ防衛系の、ね、何箇所かあるんだもん。そういうのを進めてったりしましょうか。クロスボウ俺も作りたい。クロスボウ作りたいなら何が必要なの？クモの巣があれば、カラスの羽はね、クモの糸ロープとね、どんぐりの殻って いつの間にか持ってるんだけど、どこだあれ？どんぐりの殻はどんぐりはわかるで、マスタング研究所の近くにある。もう到着した。あれは捕捉ゴミ虫か。まあ、ゴミ虫、ラック作んないと。そう、マジで必要だから。倒す。到着しつえのか。よかった。何やってんの、そこで。何、なんか飛ばしてきた、こいつ。今、俺も近くいるんだけど。もう到着し。ああ。いたから、飼ってるだけ。お前、そんな新しいモンスターを飼ってるんだったら、もうちょっと反応しろ。今、タモジャクシだって言ってたけど。いやいや、それがダメだって言ってんだよ。弱い。言ってへ！アウトブジャクシ。やっぱ弱いよ、そういうの。新しい敵だぞ、お前。オタマジャクシだーぐらいワンってだ。何あれ？どれ？言ってやば、法則ゴミ、すげえ！あいつ遠距離攻撃。自分じゃね？自分じゃ。丸太の上に宝石浮かんでんだけど。え？それ、雲だよ。え？あれ、雲なん？ダメだ、これ分かりにくい。なんか水雲みたいなのだっけ？え？あ、お前か！え、マジ、この赤い雲誰だよ、てめえ。あれ、誰、こもり雲、あの、でっけえやつじゃん。で、あ、違う、あれ、違うぞ。タオジャクシ、割とキモいな。タオジャクシはお前の朝食の中にマジ、そんなこと言って。マジかよ。まあ、あと、オタマジャクシが可愛いなんて幻想だから。誰だ、てめえ。オタマジャクシです。うん、生肉持てない。あ、どうも、オタマジャクシさん。あ、こんにちは、オタマジャクシさん。はい、どうも、こんにちは、オタマジャクシでーす。あー、元気でした？ファンなんです、昔から。本当に。参っちゃうよね。僕、すごいファンなんです。あー、本当に？ファン。はい。はい。そう。ファンさ、全然ないじゃん。ない。空きスロットがもうない。技見捨てよ。技見捨てんなよ。お前、アザミはいるだろ。これもう。そんな暴挙に出るんじゃねえ。アザミ捨てよ。もっと捨てるもん絶対あるって。ふへへへじゃねえ。マジでこう歩くとクローバーがいねえ。とりあえず矢めっちゃ作っといた。ナイス。今自宅に50本はあるんで。素晴ら、いや素晴ら、マジ俺も大量持って帰るけど、まあ、あとはエオエが捨てなければ大丈夫。捨てられた。え？え？あ？なんて？ダニゲッツだぜ。気持ち悪。No、うえーん。ああ、受けるんですけど。毒でやられました。
近く誰もいない？ん？あ、近い。あ、復活お願いします。近いかこれ。いやだよーだ、ブリ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 。こいつ優しい。おい、殴んな。一回殴っとこう。一回だけだろぞ。Let me help, ミントのかけら。来た、ミントのかけらだ。ついにそれ壊せたんだ。どうなの？壊せるようになった。いやー、未来、ああ、あるか。進めたかもしれねえ。すげえ。進んだ。ついに垣根の曲がり角だ。垣根の曲がり角。あ、え、うわ、ロボットだ。お前何も素材くれねえんだから。あ、くれるわ、粒子。あー、もう逃げる。え、何にしよう。お、え、あ、おお、すげえ、なんかお前なんだ俺らなんか進んだ。携わってないんだけど、ストーリーに何も知らない間に進んでいく。でも多分アロマですら今ストーリー的にはどうなってるかようわからんはず。わかんない、全然わかんないまあ大きくなるために頑張ってんだろ。あ、隣の機械が生き返った。やったってこと？そういうことだな。へぇ、測量機、このちっちゃい、だから威圧用の機械は一体誰が作ってんの？謎。もうなんか実験みたいな感じだもんね、完全に。ポータルの世界かな？つまり？垣根の研究所じゃねえのか？いや、垣根研究所じゃねえの、ここは。けど、ちょっとは進んだな。やっと。そうね。いや、素晴らしい。いや、割と進んでると思うけどね。どうなんだろう。あ、盾。クロアリの盾。クロアリ狩りだ、今度は。クロアリ狩りだな。いや、盾はマジ重要。マジ。クロアリどう？倒せる？頑張れば。ああ、まあ倒せる。うん。朝になったらクロアリ俺も狩りに。そう。幼虫も狩らねば。またゾウリムシの生肉。あ、違うか、これ。あ、こう、あ、クロアリの吹いた。ゾウリムシ。あ、で、結局は木の実使うわ。木の実最強すぎる。ほんとだ、木の実使う。うわなんなんだよ、木の実はよ。木の実マジやばいよ。ああ。実質全部木の実じゃねえか。あー、そういうこと。え、来たー、やっと。何？お、垣根の研究所。垣根の曲がり角。研究所じゃなかった。生体認証。あー、これはクソ便利だな。っていうか、あれだな、あの。で？端末のパスワードを見つけるだと？あー、ミルクボーラーどこでやったっけな。あれだよ。あの、さっきエヨイが潜ってたあの湖のとこにあったよ。え、湖の中？いや、中じゃない、外。その脇ぐらいにあった。マジかよ。Throwing.
need to find a way to strengthen the zip lines, and I've forbidden the children from playing in the yard temporarily, of course. Dinner will be, I would say, awkward, I suspect. でもこれってさ、行ける？この右下の場所。右下は行ける。OK。あ、正確にあの羽あるところ。羽のマーク、あそこらへんかな。これ多分壁の奥かも、もしかしたら。うん、これ壁の奥だね。でもこのあの葉っぱのマークのとこから取れる、ある程度。なるほどね。っていうか今アロマいるとこじゃないかもしれない。だから垣根の研究所内に割と落ちてる可能性ある。でも垣根の研究所は入るの大変なんちゅう。まあ木の上をずっと伝っていかないといけないわ。うん。レベル高えじゃん。マジ装備壊れて。資材は結構来るんだったら結構資材はいっぱい持ってきた方がいい。いやー木の実の皮。ほんとどうなってんだよこの世界。行き方は分かればいいけどどこら辺から行くとかある？垣根の入り口ってあるでしょ下の方に。登り口か。ああ、これね。そっからね、なんかクリップがあって、立てかけられてて、そこからどんどん進んでいくみたいな感じ。了解です。じゃあ行くか。明かりを持って行こう。ちなみに持ってきてほしいもん、なんかあるか。まあ、けど食料とかかな。オッケー。あと、松明も欲しいなぁ。はいよ。松明は俺ら持ってかなきゃ。縄が必要だ。縄も使うんだよな、やっぱな。一筋縄じゃいかないってこと？このポーピプーピープピピピピピプピピ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 。怖っ。準備良ければ行くぞ。いいぜ。ちょっと左斜め。お、自然の最大収集強化しやがったこいつ。あ、すまん。俺今ミュートで喋ってたわ。あ、来た来た。しかもちょうどいい時にキックンがいいぜとか言ってたから。資源の最大所持数か矢の所持数どっちがいいっつって、いや資源でいいかって言ったら、ちょっといいぜタイミング、ちょうどいいタイミング言ってたからなんでミュートにするん？タイミングよタイミング。あれれれー、そんなやばい、巣がいっぱいある。あ、この先じゃない？なんかあそこに。ほんとだ、入った。なんか建物みたいなの入ったけど、あ、まあもう本当に道伝いに行くしかないの。道は覚えてないから言うてけどここまで来ればまあまだで、次どこ行くんだ。いやでもここ特になんもないな、このエリあれだけど。そうだな、葉っぱとか飛んで行ったりする？飛ぶ？ジャンプで葉っぱ。いや違うか。こっち行けるかも、キック。ほんとになんか細い枝とか渡ったりとかだね。チューブは？チューブの中は通ったけど。あ、チューブのあれだよ、あの、赤いチューブ。赤いチューブ？うん。ああ、やっちまった！あいつ落ちた。いいんだ？いや、タンポポの毛のおかげで。あ、ちょっと落ちただけですが、いや、わかん、間違ってやり投げちゃった。あえ、終わった。あ、俺助けれるかも。あ、同じやつ。
うわマジでむずい、ここむずいっていうかわかんな。まっすぐ開けたら夜に来るべきだよな。ああ大失敗だった、うん、ああジップラインだ。あこれがジップラインか。あえジップラインでこっち来た。でも木の実がめちゃくちゃ手に入ってる。いいね。こっから謎ってこと？あーあのね覚えきれない。ちょっと何この卵。それ雲出るからやめて。ああそうなんだ。木の実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 。あ落ちる落ちた。やりやったやった嬉しい。見つけられたのかよ、すげえな。リップもう一個あったで。お、いいね、これだ。これ何しに行ってんだっけ俺ら。知らねえ。アロマを助けるために行ってる。あいつ遠すぎて追いつける気がしないんだけど。葉っぱ？え？いやなんかえアロマ葉っぱは通らないんだよね。葉っぱ？うん。緑の葉っぱをジャンプしてなんか行くみたいなのはない？あそんな。こっちだ。アクションなことはしないけど。結構こっちだわ。あ。あ。と。ワンアクションぐらいはあるな。ああ、来たけど。たどり着いたが？何しに来たんだ俺は。一体。ポケジジイみたいな。俺は一体何しに来たんだ。まだ奥があるってこと？サイエンスある、あそこ。取れる気がしない。木の実の果実45個です。何ここ？え、ここで、なんかやんの？それなんかやってんだ。でもその何かをやってるのもアロマもよくわかんない状況だ。パスワードの紙を探してる。あと一枚外にあるんだけど、どこにや。怖っ。誰が作ったんだよこんなの。な。それ作ったのモロキュー博士。ああ。モロキュー博士の鳴き声教えてやろうか。うん。モロキュー！あ、から下降りれるけど。うわ、無視だ。ああ、すいません。と。モロキュー泣いてるよ。天下のモロキュー博士だぞ。え、博士だっけ？いや、知らねえ。よし。じゃあ、木の実もそろそろ無くなったところで、帰ろ。帰るか。はい。俺、下だもんだって、まだ。俺は。あとはその二人に任せた。頼むぞ。あれ、髪、外のチューブに引っかかってたんだけど、どこだ？あれがないと帰れねえぞ。あ、ちょっと待って。あ、え？全部集まってたかもしれねえ。なに？集まってたかもしれねえ。見つかんなかったもんな。これで、じゃあ。え、でも、電力系統の制御、できた？あー、そっか。さ、開いて、あ、どこだ？あー、開かなかったところが開いてる。お！へぇ。あ、手に入ったやったやったーおー。まあ、下に降りて、仮に死んだとしても、こう、下に降りれば、別に全然来れるから。そう。だし、あの、
誰か一人先に降りちゃえばそいつが回復させれるから。いいよ落ちちゃう。すぐ降りるはず。葉っぱ伝いになんか行けそうだけどな。これまあね、だから俺は降りる。すいいね、フラッタ。クモの巣に、なんでクモの巣に落ちたんだよ今。誰が。いやいやいや、クモに木の実。帰るで、一旦帰ろう。よし帰るぞ帰るぞ。待ってここ、もう正規ルート、なんか変な地下来てんだけど俺。なんで正規ルートだと思う、それが逆に。今まで通ったことないところを。あ、正規ルートだったの。あ、あとやっぱ資源ね、まとめるのったらでかい。だいぶボックスが整理、あの、スッキリする。素晴らしい。あ、ボックスの方もできるようになった。ああ、そう、スタック数が単純に増えるから。ええー。ありがてえな。ありがてえ。やっと進んだで、ちょっと。いやー、大変だったけど、その分、あれはあったな。まあ、俺落ちただけだと。やりなくして、やりなくして騒いでるだけ。やりなくしたって騒いでただけだよ。俺のやりが！いやいや、俺は木の実の皮15個作ったから。でかいでしょ、これ。いやいやいや。下で、必死に木の実を。キャッチする役でしょ。キャッチしてた。